説のツイストを踊る YouTuber 高行です。こんにちはかな、また始まりました。私ですね、以前から Amazon でね、キャンプ用品とかバイク用品とかね、いろいろ紹介させていただいている、Amazon のヘビーユーザーなんですね。それでね、日用品も結構買うことがありますので、そういう商品もね、ぜひご紹介していきたいと思います。今日はね、また何か届きましたんでね、開封していきたいと思います。じゃじゃんじゃん、なんか大層な箱に入っておりますけども、多分ね、これはね、爪切りなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ開けてみますよ。皆さん、爪切りどんなの使ってますか？まだ100円ショップの爪切りなんて使ってないでしょうね。それじゃね、爪に優しくないですよ。じゃあ行きます。じゃん。おお、何ですかね、なんか爪切りなのに防腐剤みたいなのが。じゃあ、なんかやっぱなんでこんないい箱に入ってくるんですかね。はい、こんな状態。この色見て。長さ的にはね、非常にコンパクトです。これが人差し指でこのぐらいのサイズね。持ち運ぶのにもちょっといいよね。カバンの中にちょっと入れとくのにいいよね。で、これがこういう感じでね、こういう感じで爪切りとして使うわけだけども、ここがね、ちょうど指の形してんだよね。2本の指、はい、中指と人差し指のここがこういう風に持てて、でここをね、こういう風にやって、こう結構使いやすそうですね。でね、これのびっくりするところはこれなんだよ。これわかる？こうさ、右手でやるときは結構スムーズにできると思う。右利きの人はね、逆の手でこうやるときさ、利き手じゃない方でこう爪切るとき、器用な人はいいんだけども、ちょっと不便なときない？そんなときに、例えば、右利きの人が左手で爪を切る場合、こういうふうに回転させてこうにやってやったら、すっごいやりやすいんだよね。これね、新しいと。でね、結構 Amazon で人気で、コメントなんかもね、結構いいコメントが書かれてるんですよ。で、切れ味もいいらしいので、ちょっとね、やってみたいと思います。ちょっとね、切ってみるよ。私の爪ね、正直ね、すっごい硬いんですよ。で、冒頭にも言ったんですけどね、私も実際100円ショップの爪切りを使ってた口なんですけど、100円ショップの爪切りだとね、バチンバチンっていう音がするんですよ。本当にね、これ滑らかな音がするんだね、ちゃんとした爪切りだとね。めっちゃいいよ、これめっちゃいいよ。マジか、もっと早く買っとけばよかったわ。アメイジン。ということでね、これ Amazon でね、なんと価格は900円。で、 Amazon プライムの会員だったら送料無料になるかと思いますんで、概要欄の方にね、リンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん、100均の爪切り使ってる方はぜひ試してみてくださいね。おすすめです。では高行の、Amazon の商品紹介、またどこかでお会いしましょう。じゃあねー。